もうターニングポイントは確実にボランチのコンバート。どう思いました？サッカーって奥深いな。楽しくもなんともないよ、できへんもん。いなかったら俺はもうない、絶対に。皆さんこんにちは、本日はですね、僕がとても好きだった選手、そして目標だったあのボランチ、元日本代表ミッドフィルダーの福西さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか恥ずかしいやんけ、横に並んでお前そんな憧れてましたとかさ、好きでしたなんか言われたら、もう本当に福西さんって体も大きいし、うん、姿勢もいいし、うん、そういうボランチって日本にいなかったじゃないですか。そういう意味で憧れだったっていう話なんですけど、うん、なるほど。最後にお会いしたのっていつでしたっけ？最後に会ったのは俺の YouTube の PK 出てくれた時じゃない？唯一の雨というか、あれ、なんかあの季節なのに寒いというか、あれ、なんかちょっとアウェー感を今感じてますけど。いや、それはそれで面白かったなと思って、はい、ありがとうね、あの時はね。そうですね、はい、なので皆さんぜひ、はい、福チャンネル PK 見てください。はい、はい、ありがとうございます。で、はい、最初の出会いのきっかけですけど、うん、福西さん覚えてます？僕はもうね、強烈に覚えてるんですよ。レッズ戦じゃないかな。まあレッズ戦なんですけど、うん、で試合した時じゃない。そうです。だからそこぐらいしか覚えてない。まあ、僕がちょっとお話しすると、うん、もう本当に爽やかヤザーと言われていた、うん、もうそのままのエピソードがあって、うん、僕初めてそのジュビロのあのスタジアムですね、うん、山スタジアムに行って試合やった時に、うん、まあ試合終了間際に、まあ、福さんの子もすっごいラフプレーというかバチン行ったことがあって、で僕もこうなんかこう乱闘じゃないですけど、そこにこう参加してわーみたいな。でそれで試合終わったんですよ。覚えてないな。で終わって翌日とかアンダーの合宿があったんですよ。でそこで良一、前田良一がいるんです。前田良一が、福さんがいつでも相手になってやるから来いよって言ってたと。だから良一に僕ちょっと謝っといてもらっていい？でもそんな僕はもうこう、ね、やっぱ福西さんこの人は敵に回しちゃいけないっていう、そういうファーストインパクト。あ、よかった。ありましたね。あ、じゃあ俺もね、基本的にはね、大げさにやるのよ。で俺に近づかせないようにする。あとは俺 のバックグラウンドのなさ、自分が選手権も出てないし、うん、日本代表のアンダーカテゴリー選ばれてもないし、うん、基本的には、急に出てきた人間だから、はい、負けない気持ちっていうか、なるほど。ハングリー精神つうか、そういうのはね、徐々にあった。多分プロからこう見てる人たちっていうのはエリート街道まっしぐらの福西さんっていう感じだと思うんですよ。あ、そうか。ちょっとね、そういったところも含めて、うん、福西さんのサッカー人生根掘、うん、り葉掘り聞きたいんですけど、まず地元愛媛の新居浜工業のサッカー部に入る、うんうん、きっかけは何だったんですか？きっかけはもう本当、俺に愛媛県の新居浜生まれ、新居浜育ちなの。で一番市内で、うん、強い高校に行こうかなっていうのが新居浜工業だった。え、中学の時は？中学の時は地域の、その地元のよくあるその地域の中学よ。なんか その選抜とかあったんですか？選抜って言ったら、もうその新居浜市の選抜とかさ、はい、トレセンとか、あ、トレセン、はい、うん、とかそんなのあったよ。お、そういうのに入って、うん、でそう、トレセンも入ったりしてた、うん、そういうのにちょこちょこ選ばれてるやつが新居浜に何人かいて、あ、はい、じゃあみんなでどこ行くのってなったら、やっぱみんなでどこ行くのの話になるんですか？なるんだよ、はいはいはい、そしたら勉強できない子も多いから、はい、新居浜工業が多くなって、はい、じゃあそこ俺も行こうかなと。でそこでずっとフォワードをやってたんですよね。そう。どういうタイプのフォワードだったんですか？いや、足元やっぱり弱かったから、 どちらかというと強引にだよな、体ぶつけて抜くとか、はいはいはい、そういうやり方をしてたから、でそれがあるから前を向けるボランチなのかもしれないですね、うん、プレッシャーかかっても。それは絶対ある。ターンしてシュートみたいなフォワードよくやるじゃん、はいはい、そういうのをだからボランチでもさ、はい、あ、やっぱ背負わなきゃいけねえって言った時に、はい、プッとこういうターンはやれる。あ、それ高校の時のフォワードの経験がやっぱ生きてるんですね。うん、それは生きてる。でもそのやっぱ高校時代に、まあ、3年生の時にですか、初めてインターハイ、うん、初めて出た2回戦敗退だったと思うんですけど、よく調べてくれてんね。大会最大の発見って言われてたらしいんですよ。いや、俺はそれ知らんくて。思い出みたいなのあります？インターハイ時代。俺このインターハイの、うん、
予選愛媛予選じゃん、はい、で南岩高校っていうすげえ強い南岩、はい、強いじゃん、まあ、みんな知ってるもう知ってます、はい、でそこに俺は行きたかったんだけど行けなかったのね、はい、だけど南岩を倒すためにっていう、まあ、愛媛県の高校で全部そうなのね、うん、そういうチームと対戦した時に、うん、ジビロ磐田のスカウトの石井さんが声かけてくれたのがその試合なのよ、うん、が最初に声かけてくれたの。俺はだからプロになりたかったけど なれるそういう高校でもないし全国も出られへんし。プロの意識なかったんですか？なかったというかあるけど無理やん。あ無理やんっておかしいけど、みんなねこれ見てる人たちもいっぱいいるから無理じゃないのよ。チャンスはあるってことを俺は伝えたいの。はい、プロになりたいけど、うん、なれねえじゃんそんな。簡単には。簡単には。だから俺もすごい道がなくてどうなればできんの？だから全国出るとか、うん、日本代表選ばれるとかそういうのだったらまあ見てもらえる機会ってたくさんあるじゃない。はいはいはい、だけど勝たないとないから。うん全国には行きたいと思ってた。だけどその予選でトモさんが声かけてくれて監督にね、うん、予選でですか？そう予選で予選でその時のプレーっていうか調子良かったんですか？いやいや 何言ってんの、なんでわかんのっていう感じだった。だって南はめっちゃ強いじゃん。だから俺は守り倒して PK だった。ボール何回触ったっけなっていう感じや。えそんぐらいの試合内容だったのにもかかわらず、うん、これ服にしたってトモさん思ったってこと。そうじゃない、トモさんすげえな。それすげえんだよ、スカウトって大事なんだよ。でもじゃあどこにどんなチャンスが転がってるか分かんないってこと。いや分かんない、マジで分かんない。こればっかりはそういう巡り合わせもあってジビロに行くことになったって。でもそれでプロにでもオファーが来て来て行くわけじゃないですか、うん、その時って自分の中で何年後に試合に出ようとかどういうプレイヤーになろうとかイメージみたいなのを持って入ったんですか？何もない。まずプロになりたいって なっただけ。なれたよし、じゃあどうしよう行ったらえめっちゃうまいんだけどってことやん。それサテライトに練習行くわけやん、はい、でトップ出てない人とか怪我明けの人が練習含めてってやってる中でもう俺無理やったから。そうなんですよね。そうなのよ、出てない人知らない人でもこんなうまいのこんなうまいのって言ってやっぱ自分うわこれじゃ厳しいわって思ってからの入ってるから。だからないよそんな2年後には俺試合に出てさっつってこんな活躍してさあのユニフォームもやってあるわけない。でもそこからどのポイントでこうターニングポイントが訪れるんですか？もうターニングポイントは確実にボランチのコンバート。それはもうフォワードでプレーしてたけどサテライトでも試合に出れず出れずでその時に、もうふと、うん、俺からしたら、うん、オフトが監督だって、はい、ボランチやらないかって言われて いきなりですか？いきなりトップに練習行けみたいな。へえ？ちょっとへえだろいやちょっと今の話が飛躍してるんだよ。飛躍してんだよこれ。夏ねジビロに入って95年。あジビロに入って半年フォワードで出ますっていうかやってます。はい、言い方悪いですけど鳴かず飛ばず何をしてんの、はい、で夏にトップ上げるからボランチしろみたいな感じ。トップ上げるからボランチしろだから俺も余裕で入ってたですよねじゃあそこでどう思いました？ボランチやってみて。サッカーって奥深いなえ奥深いなって思ったところで、うん、それは楽しいなって感じなんですか、それともなんか難しいなって思ったんですか、どっちだったんですか？いや最初はもう難しいよ、楽しくもなんともないよ、できへんもん。でもそれでも試合に出れるわけですよね。だから最初でボランチ俺出てないよ。トップに上がったけど、うん、試合には出ず。試合は10試合ぐらい出たんだけど、はい、いやその年のね、はい、交代とかで、はいはい、試合に出始めるようになるのは2年目からですか？そうだね、2年目レギュラーとして、うん、レギュラーっていうのも言えるかどうかは分かんないけど、うん、まあ、出たのは2年目は出させてもらった。結構そこでボランチで出始めるわけじゃないですか。 そうだね、うん、その隣にいるのっていうのは、うん、ドゥンガなんですよね。おかしいやろ、まあ、もうこの並びが95年夏に来てんのね、ドゥンガ。おじゃあ1年前に。いや本当よ、だから俺が95年に入ってんのね、はい、で夏のボランチコンバートした時にドゥンガが入ってきたから。ワールドカップでこうやってそうだよ上げた人と94年アメリカワールドカップでカップ上げてる人が隣にいんだぜ。あれですよね、さっきまでフォワードやってた人が一番最初のパートナーがドゥンガっていう話ですもんね、うん、だから一番怒られたし。あ怒られたんですか？やっぱり一番言われた。でもそのドゥンガから学べたこととかっ
て、めちゃくちゃ大きいっていうか、いなかったら俺はもうない絶対に。あでも、うん、似てますよね、だからプレイスタイル。いやいや、似せたというか似ちゃうよね。あ俺のうち知らなくて。そうですよね、お手本がそこにあるやん、うん、でしかもそこにプラスして俺のタイプっていうか、はいはいはい、俺ができることっていうのが、はい、あの当時はルンガもおじさんだったし、うん、動かないで、うん、存在感ってなんであんのっていうのが最初なの。なるほど、うん、なんか今初めて分かった気がする。やっぱ、うん、似てますもんねプレイスタイル、うんうんうん、それは似るよね。そっか、うん、だからどうしたらルンガってすげえ守備上手いわけじゃないでしょ、うん、ですげえ走れるわけじゃないじゃん、はい、で足速いわけじゃないじゃん、はいはい、だけどすげえうめえじゃん、なんなんってなるやん。えドゥンがそのプライベートっていうか試合の中だとああいう感じなのよく分かるんですけど、うんうんうん、練習もそう。練習もそうなんですか、うん、ロッカールームはどうなんですか。ロッカールーム全然優しいおじさん。じゃあ普通のスケベ親父。人間としては最高ね、いい人、うん、でもピッチの中に入るとクソって思ったり。でもそれってすごくこう一番いいお手本がいたってことですよね。そう、本当にね、プロってこうなんだ、世界ってこうなんだっていうのはやっぱりそう知れるのがそういう、ケイタもそうじゃん、やっぱ外国人から知ることが多いじゃない、はいはい、多かったです。それは最初からもう仕入れたよね。だからそのあの黄金期が来るっていう、うん、その前段階ですよね。本当そういうこと。そこでやってたメンバーが育って、うん、あの作家ができたっていう。そうですね、でもそこにですよ、うん、スコラリーが来るわけじゃないですか。2002年の日韓ワールドカップで優勝させてる監督やね、うん、まあ、あの時からすごかったんやけど、うん、やっぱどうやったのかっていうと、適材適所の選手をバーってしっかりこう当てはめる監督やったの。当時のそのジュビロには合ってたんですか、どうなんですか。いや俺は合ってたと思ってる。ベリベリ来てからやっぱ勝つためにどうするっていうのはやっぱ、あ勝ちにこだわるっていうのはやっぱそこで俺らは勉強になった。僕特に俺は勉強になった。なるほど。で97年セカンドステージ優勝するじゃないですか、うん、優勝するじゃん。福西さんにとっては初タイトル。初タイトルなんだけどあんま出てねえんだよ、怪我してる。だから盛り上げはすごい。やっぱ初優勝ってすげえなっていうか、興奮にしても優勝した後の自信にしても、うん、やっぱりすごかった。自分もそうだけど、うん、関わってないのになんか強くなった気がするっていうか。優勝したことないチームが優勝した時のあの自信って何なんでしょう。 あれすごいやろ、はい、あの97年優勝あったから、うん、やっぱみんな自信もつけて、うん、あの強かったっていうのが生まれる最初だよね。でもそこから98年、もう本当の黄金期に入ってくるわけじゃないですか。どうなんですか、どうでした98年は。98年はやっぱその自信っていうのはあるから、次の優勝したいとか、うん、そういう志っていうのはめちゃくちゃ高まってる星で、しかも長山さんがめちゃ点取る時だから、ギネス取るぐらいだからね。何試合連続で4試合かな。すごかったですよね。すごかった、めちゃめちゃ点取ってましたもんね。俺らもね、出したら入るって感じだった。これ七海さんもよく言うんだけど、中山さんってすげえ点取ってんじゃん、外した数もすげえなっていつもやっぱ回数が打ってるから。でもそれだけチャンスを作れてたってことですよね。作れてたチームっていうのもある、もちろん。それはすごいよな。それはすごいことだと思うし、これ決めるっていうのを決める人じゃん、はい、だからそれはすごいなと思うし。でもやっぱゴンさんが点取るとあの雰囲気違いますもんね。違うじゃない、スタジアムの雰囲気。でももう98年もそうですし、99年ももう年間優勝して、うん、2002年に完全優勝するじゃないですか、うん、で福西さんも、まあ、ベストイレブンになられてますけど、うん、なんでここまでこうジュビロってこう強くなっていったんですかね。でも外国人がいなかった。基本的には いらないって言ったら失礼かもしれないけど、俺らは勝てるっていう自信はもちろんあるじゃない。でやっぱ何人かの外国人が来ても出られへんもんね、うん、もうっていうチーム作りができたっていう。それはやっぱもう今話してきたいろんなこともありつつ、うん、スーパーな外国人たちに成長させてもらった俺たちが経験を経て優勝とかの自信を経てできてきたっていう。だから結構なメンバー、同じメンバーでやってるしね、5、6年。そっか、やっぱこれがすごいなと思ったのは、
まあ自分が入れてジュビロに、うん、しっかりこう1年ずつに人がいるわけ。中山さんはいるでしょ、トシヤさん、ナナミさん一つ一個下、ハットリさん一個下、鈴木秀人さん、田中誠、俺らの代、ああまあでもそう考えるととんでもないメンバーですもんね。日本のなんか背骨みたいな人たちが、あそうそう、だからずっといたからずっと強いわけやん。その仕組みっていうのはやっぱちゃんとできてた、スカウトを含めチームはそういう風に作り上げてきたっていう。そっか、いろいろ変わるとさ、チームが選手ガラッと変わりましたって言って集めるのはいいんだよ、お金あったら集めりゃいいじゃん。だけどそこでじゃあずっと強くいるか、じゃあこの人いなくなったらどうなるっていうのがその当時じゃなかったから、誰が怪我していなくなってもできたし、そう考えると外国人をうまくサポートとして入れてたっていう感じが、感じ感じね、うん、そう、足りないものを外国人補ってたって感じ、うん、なるほど、そこで強くするっていう、うん、最初のうちはもうバンって、うん、背骨とか背骨ボーンって入れて、うん、センター、そりゃそうじゃない、うん、世界クラスが並んでんだから、うん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 、っていうぐらいに変わってったって感じかな。2002年の日韓ワールドカップに選ばれた時っていうのは、うん、その当時のその代表のボランチがいて、うん、で初招集された時っていうのは、うん、どんな気持ちでした？トルジェに感謝してるのは選んでくれたなって思った、まあ、ワールドカップ出るわけですよね。どうでした？ターニングポイントの一つ、あの大本がなかったら俺ワールドカップ目指さなかったから、もっと出たいわって思う。独特の雰囲気ありました？初めて足震えた。